こんにちは、コーンスネークアンドレオパのお部屋管理人のシアンです。今回の動画はヒキガエルの子供たちの、お世話の動画です。さて、2日ぶりにヒキガエルの子供たちのプラケースの中を覗いてみたら、いつの間にかなんとナメクジが入っていました。前にはいなかったと思うんですけど、いつの間にやらか、もしくは最初から混入してたかわかんないんですけど、ナメクジがいました。で、あと2日間ちょっとお世話しなかったら、このようにカビが発生してました。で、してたんですが、わかりますかね。このように元気になってます。そのキノコの方が大きい子ですね。この子だいぶ育ってきてます。ちなみに先日この子は、コオロギを食べるのを確認できました。残念ながらまだ動画には撮れてないんですけど、コオロギが食べれるようになったので、これからどんどん大きくなっていくと思います。そしてもう一匹、実はこっちの方のちっちゃい子の方にナメクジいたんですけど、無事にやられてなくてよかったです。この後せっかくなのでコオロギを入れてみて食べるかどうか見てみたいと思います。ちなみにこの子のサイズはまだまだちっちゃいです。早く大きくなってね。一生懸命壁を登ってます。眩しいか。割と大きくなってきてますね。これぐらい。下にあるよ。ピントが合うのって難しいです。飛びた。飛びた。
今多分トビムシを食べましたね。初めて取れた。コオロギ食わないかな。そっちの奥にいるぞ。行け。名前何にしようかな。うん、子供につけさせよう。何かを狙ってんのかな。いるかな。